と6100万オーバー。HostTV.com。 2018年、その一夜から伝説が始まった。2019年、その一夜は歌舞伎町に大きな衝撃を与えた。2020年、その一夜によりホスト業界に確かな足跡を残した。2021年、その一夜で2億円超えの大金を動かした。そして2022年、レミー・マルタン、レイ・ジュサセ、ブラック・パーリバス、今年もヒーローたちが超高気配イドマネコンティ・サンビバ全国から集結。アクアヒーローズナイト2022年。ホスト業界で拡大を続けるアクアグループが開催するこのイベント、年に一度全国各地の猛者たちが新宿歌舞伎町に集結し、売上バトルを繰り広げる。この戦いを勝ち抜きヒーローとなるのは一体誰なのだろうか。戦いの幕が切って落とされたアクアヒーローズナイト2022。全国各地から集まった猛者たちに与えられた時間はわずか3時間。アルファ副主任高梨翼かっこすごく秘密が高級シャンパン10本同時オーダーで幕開けを飾った。各店舗高額オーダーを連発する中、アルファのキャスト3名も激戦を繰り広げていた。しかし絶対王者アリスタイガに未だ動きはない。残り時間が30分を切り、戦いに拍車がかかる中、この男に高額オーダーが。永瀬ルイ総合支配人のデビュー類高級シャンパン、アクアオリジナルシャンパン、プラチナラベル8発、そしてなんと超高級コネク、レミーマルカン、レイ13発、総額タイムリミットが刻一刻と迫る中、ついにこの男が動いた。クラブアルファアリスタイが取締りの手緑、ダンサと超高級ジュエリーウォーター1個、 FJW02 シリーズブルージュビの1発、そしてジェットヘマタイト1発、そしてアクアマリン1発、そしてクリスタル1発、そしてダンサと超高級ジャパンオリジナルシャンパン、プラチナラベル17発動でできました。総額1000万オーバーになりました。次回アーレス。アルファの絶対王者アリスタイガが17発同時1000万円オーバーという驚愕のオーダーを通して見せ、アルファのヒーローズナイト2022は幕を下ろした。でももう少し頑張りたかったですけど、やれることやりました。アルファのね、テンポランキング1位になったんで、結果発表楽しみにしてます。ナンバーファイブ狙いたいんですけど、入れるかめちゃめちゃ不安です。でも、まあ、個人でベストは尽くしたんで、個人が入れなくてもテンポで入れればいいかな。わずか3時間の中で熱い戦いを繰り広げたアクアキャストたち。アルファから参戦した3名もその激戦を勝ち抜くため死力を尽くした。果たして勝者は誰になるのだろうか。表彰式は会場を移しバトゥール東京にて行われた。まずはテンポランキングナンバー3から発表となる。アルファは目標のナンバー1に輝くことはできるのか。第3位に選ばれましたテンポはアクア福岡。これからも福岡の第2位はアルファ by アクア、おめでとうございます。この3名がね、本当にすごく頑張ってくれて、姫様もね、全力で頑張ってくれた結果がねここかなと思うんで、頑張ってくれた結果を無駄にしないようなテンポ作りこれからもしていきますので、次回一度よろしくお願いします。本日ありがとうございます。アルファは
アクアグループ全国44店舗の中でナンバー2という輝かしい成績を残した。第1位はビクタースバイアクア。本当にいい従業員、いいキャスティングになるんだなと思って、まさかこんな1位取れると思ってませんでした。アクアグループヒーローズナイト2022売上トップ10の発表です。個人売上ではアルファの3名はナンバー入りを果たすことができたのだろうか。そして続いて第7位の発表です。こちらも1300万オーバー、アルファバイアクア、アリスタイア取締役おめでとう。アクアグループのコアとして、アルファのコアとして最低限のね、第2位は達成できたかなと思います。来年も一緒に乾杯して楽しくアクアグループ盛り上げていきましょう。ナンバーセブンはアルファ取締役アリスタイガ。わずか3時間で1300万円を売り上げ、ナンバー入りを果たした。続きまして第6位の発表です。1400万オーバー、アルファバイアクア総支配人奈良瀬るい、おめでとうございます。3回目のヒーローズナイト出場なんですけど、毎年売上去年の自分よりは更新してても順位が下がってるっていう現状があって、本当に悔しい気持ちもあるんですけど、まずはお姫様ありがとうございます。これからもアクアグループ盛り上げれたらいいなって思ってます。ナンバー6にアルファ総支配人七瀬るい。目標のナンバー5入りは叶わなかったが、今回も圧倒的な実力を見せつけた。毎年売上記録を更新しているヒーローズナイト、わずか3時間で個人売上1000万円以上を叩き出し、壇上に上がるトップ10のキャストたちを見て、我々はアクアグループのレベルの高さを改めて感じていた。そしてついに王者が発表される。第1位の発表です。第1位はなんと6100万オーバー、ビクタースバイアクアユニバースマイ。ナンバー2に2倍以上の差をつけ、驚異の6100万円オーバーを売り上げ、ナンバーワンとなったのはビクターズバイアクアユニバースマイ。歌舞伎町の歴史を塗り替えるスターが誕生し、ヒーローズナイト2022は幕を下ろした。表彰式を終えたアルファ代表芹沢慎は充実した表情を見せていた。みんなが本当に全力出していただいて、一番嬉しい。これでバランスどうでしょう。来年に、はい、そうですね、来年は1位取りに行けたらなっていうのは思いますね。アルファは店舗別売上ナンバー2、個人売上ではアリスタイガがナンバー7、七瀬るいがナンバー6、高梨翼かっこすごく秘密も次回に期待せずにはいられない健闘を見せた。今後も彼らの活躍に目が離せない。